さあ、こちら、えー、ハリウッド版ガンダム <laughs>、おそらく、確か、そうやった、はい、えー、G-Saber の、えー、スペースモードでございます。はい、やってんな。これが、あね、えー、ハリウッド版ガンダム G-Saber の、えー、宇宙用、え ということは、地上4万のないです。他のモビルスーツないです。はい。単体で、えー、1個だけ打って終わりです。ちなみに発売がこちら2000年でございます。はい。これね、これちゃんとね、書いたんねちゃんとここら。えー、G-Saver。G-Saver とは短期であらゆる環境に対応できるよう、各種のオプションを 構成できる高汎用モビルスーツであるパイロットはマーク・カラン <laughs>、はい、こ,れなこのね G セーバーにはねちょっとこうあれって思うとこがいくつかある、うん、でこれねここハリウッド・ハリウッド・ 製作の実写作品 G-Saber に、えー、登場する高汎用ブイースーツ G-Saber の、えー、無重力仕様144分の1スケールでリアルに 3D 化したプラスチックモデル組み立てキットはい僕はねこれ初めて、えー、G-Saber 見た時に思ったのはあれ ガンダム F91 やな。ガンダムの F91 じゃないのって。このシールド。ね。シールドに、後ろのブースターが、あ,ーあれ ?F91 じゃないのとか。あと、大きさやな。18.2メートルから18.7メートル。ね。 無重力使用宇宙空間における高速戦闘に対応した機体であるもうこのね G-Saber って、えー、どんな話やってんって言われたらもうしょう全然覚えてないな G-Saber は。唯一覚えてんのはねえー、パイロットが日本人じゃなかった日本人じゃなかったことぐらいじゃないかな。 ンルメント国家議会軍ブグあれブグって広告軍でジオン広告でなかったっけブグって <laughs> こここれかマーク・カラーこれはシンシア・グレーブス サイドガイア施設研究施設の助教授現在は環境科学の研究室で助教授として,手,って手伝ってくれる学生たちと共に故郷である宇宙環境改善のための研究をしている宇宙に住む者たちも地球を故郷と考え大事にしているということを伝える代、えー、弁者である全く分からなん,んなこれ。 「ハリウッド版ガンダム <laughs>、まあ」ネットフリックスやったかなで今頑張ってるような気がする <laughs> これ恐らくこれ見てる通り胸のとこやな胸のとこはこれ多分シール貼ってんやろうなこれ見てみましょうパーツ構成がほらやっぱシールやね胸が。 シールド小さこれシールドちっさ、はいうん。もうバンダイの黒歴史やな、これ。これってね、再販多分されてないはずやね再生産は。うん。これ。で、まあ、あちょっとなんかあるとしたらね、えー、これをね、 あの、モビルスーツって言ってるとこやねんな。モビルスーツって言ってしまって、言ってしまったことやねこれね、ただの G セーバーだけやったら、まだ逃げる要素ってあったのよな、と途中で逃げれてん。逃げれてんけど、これをね、モビルスーツって言ってしまったことによって、これガンダム世界に寄ってしまうのよな、これ。寄ってしまうねん、これ。あ ?G セーバー。 僕ね、この G-Saber ーーって、えー、最近積みたやろな。最近やった。5年ぐらい前にね、あのー、5年ぐらい前にあのー、駿河屋 ?5 年ぐらい前に駿河屋で、7500円とかっていうのを見たことあるな。最後に。嘘やろっと言って、7500円ってどんな価値基準やねん、みたいな。が最後やわ。G-Saber ーー見たんは。うん もう持ってないはずやねん、誰も。<laughs> 買ってないって言った方が優しい顔な。はい。